RG3 型、ジェネシス G8-0G80 は、韓国の自動車メーカー、現代自動車が、ジェネシスブランドで展開する高級車である。高輪駆動、または四輪駆動方式の順応型セダンであり、既存のヒュンダイ・ジェネシスが2017年型に改良されたと同時に、社名が変更され、ジェネシスに編入された。2015年11月、現代は高級車。 ジェネシスやエクスで培った技術と経験をもとに、ジェネシスブランドを正式に立ち上げることを発表すると、同時に現代初の高級車ブランドとして、各国市場に進出することを表明。EEQ900 に続く、ジェネシスブランド第2弾として発表された。韓国以外でも、G8-0 の社名で販売されるが、オセアニア市場は、G8-0 登場後も、 ヒュンダイ・ジェネシスの名で販売された。しかし、2017年11月に G7 レの投入を機にジェネシスブランドに移行し、他国同様 G8 レへと社名変更された。2016年6月に開催された富山モーターショーで初公開。2016年6月13日予約受付開始。2016年7月7日、韓国にて正式発表。 発売開始。前進車種はジェネシスであり、G8-0 は実質的に同車のフェイスリフト版である。ただし、ジェネシスのデザインが好評であるため、エクステリアの変更は最小限にとどめられているが、HID はアダプティブ LED ヘッドランプに変更され、アルミホイールもデザインを変更している。インテリアはセンタークラスター、シフトノブ、スピーカーグリル、 アナログ時計など一部のデザインが変更され、元キメトルアルミニウムを拡大適用して品質を高めた。また、新たにスマートフォンの無線充電機能や iPhone との通信が可能な Apple CarPlay も搭載した。エンジンはジェネシスからキャリーオーバーされた V6 直噴の3.8リットルと3.3リットルの2種のラムダに加え EQ900 にも搭載される V6。 直噴の3.3リットルツインターボラムだが新たに加えられる。トランスミッションはエンジン、駆動方式の種別に関わらず、すべて8速 AT となり、ジェネシス同様 FR に加えてハトラックと呼ばれるオードも設定される。安全性についても抜かりはなく、Q エアバッグに加え EEQ900 で採用済みの高速道路走行支援システム、衝突回避支援、 システム、スマート姿勢コントロール、不注意運転警報システムを統括した、ジェネシススマートセンスも新たに搭載された。また、G8 例への移行期に、車両の保証期間延長制度を導入し、車体と一般的な部品の場合に限り、従来の3年6万 km から5年10万 km へ延長した。なお、この制度は、従来のジェネシスのオーナーにも適用される。 追って、2016年10月には、V6.3、3リットル、グッティターボエンジンを搭載した、G8 レイスポーツも発売された。このシリーズは、レクサスの F スポーツや BMW の M スポーツなどに告示した性格が与えられている。ジェネシス G80 上方面ジェネシス G80、後面既存のデザインが好評を受けたため、 大きな変化がない代わりに、小幅のフェンスリフトをして、ディテールと完成品質を向上させることに重点を置いた。外装は、フロントバンパーにダークガーニッシュクロームが適用され、デザインが小幅変更され、ラジエーターグリルの形状も変わった。既存のデュアル HID ヘッドランプが、アダプティブフル LED ヘッドランプに変更され、18インチアルミホイールのデザインが変わった。 内蔵やハリクラスター、ギアノブ、スピーカーグリル、アナログ時計など一部のデザインが変更され、リアルウッドとリアルアルミニウムなどの高級素材を拡大適用して完成品質を高めた。高速道路での部分的な自律走行が可能な高速道路走行支援システム、運転者の集中度が低下アラームで休憩を、勧誘する不注意運転警報システムなどの新技術が導入された。 電子変速レバー、スマートフォンの無線充電システム、セーフティロック解除機能は、Apple CarPlay も新規適用された。また、車両の保証期間を延長する利点を導入したが、車体と一般部品の場合、既存の3年6万 km で、5年10万 km の保証を強化した。この利点は、既存の現代ジェネシスのオーナーにも送求して、同じように適用される。 2017年10月16日には、スポーツデザインセレクションパッケージが追加されるなど、商品性が改善された2018年型が発売された。2018年8月27日には、トンネルモードの自動ベッド循環と、ジェネスアクティブセーフティコントロールこの基本的な、適用され、カカオ子供サーバー型音声認識。 スマート姿勢制御システムなどが新規適用された2019年型が発売された。ラインナップ仕様 G8 レイスポーツジェネシス G80 スポーツ情報面ジェネシス G80 スポーツ公面2016年10月26日には V63.3 リットルラムダツーグデガソリンターボエンジンを適用した高性能仕様の G8 レイスポーツが発売された。 G8 レイスポーツはスポーティな感じのデザイン要素が適用されてダイナミックな感じを最大限にしパフォーマンスの向上にふさわしくサスペンションとステアリング反応を最適化させた。ラインナップ仕様2020年3月30日ソウルにてワールドプレミア。ジェネシスブランドに移行後初のフルモデルチェンジであり、ヒュンダイジェネシス時代から数えると3代目となる。 アウディ A7 のようなファストバックスタイルとなったスタイリングはアスレチックエレガンスデザイン言語に基づき GV80 で導入されたクレストグリルや二重線クワットランプといったジェネシスのシグネチャーデザインを採用しているエンジンはシムケチにもよるが直列4気筒2.5リットルターボ V 型6気筒3.5リットルターボ直列4気筒2.2リットルディーゼルの3種類が 設定される。安全装備として、ハイウェイドライビングアシストに、プリアクティブセーフティーシート、前方衝突回避支援システム四角、衝突回避支援システムを装備する。また駐車支援として、リモートスマートパーキングアシストを装備する。ダッシュボードには14.5インチのタッチスクリーンを備えたインフォテインメントシステムが装備される。 これにジェネシスインテグレーテッドコントローラーが組み合わせられ AR ナビゲーション、ジェネシスクイックガイド、バレットパーキングのためのバレットモードをサポートしている。最初は韓国仕様のみとなるが、車載決済システムであるジェネシスカーペも組み込まれる。Android Auto 及び Apple CarPlay にも対応する。また、スマートホームテクノロジーと統合するホームコネクト機能を備える。いずれも、 主要メカニズムを G80 と共用したモデルである。ありがとうございます。